台湾沖航空船は第二次世界大戦中の早号作戦準備中に台湾から沖縄にかけての航空基地を攻撃したアメリカ海軍空母機動部隊を日本軍の基地航空部隊が迎撃したことで発生した航空船。アメリカ軍の損害は軽微なものであったが日本軍は大戦火と誤認した。マリアナ沖海戦に勝利を収めたアメリカ軍は絶対国防権を突破し 強力な米機動部隊によるさらなる進行が予期された。日本軍は都市号作戦を機としてその迎撃の準備を進めていた。そのため主力として期待された第2航空艦隊は充実されていた。中でも第6基地航空部隊の T 攻撃部隊は都市号作戦における夜間天候不良に上ずる攻撃の機関として 大気道部隊戦法の中核として期待されていた。1944年7月23日の通常演習で軍令部から後天により発着困難な昼間の攻撃を本詞として機会がない場合は敵の活動が不十分な夜間に攻撃する T 攻撃部隊案が出たが一方で指揮権を持つ第二航空艦隊からは飛行集団区分を任務別に定めて t 攻撃部隊による夜間攻撃を中核とし、昼間攻撃、白部攻撃の3者を攻撃部署として隠し組み合わせによって第1から第4まで定め、状況に応じてそのいずれかを適用する戦法が示された。これは後日、第6基地航空部隊が規定した戦策に発展した。また、1944年9月上旬。 t 攻撃の成立を疑問視していた第二航空艦隊司令長官福留茂中将は t 攻撃部隊は決戦の一撃に夜間攻撃に使用し悪天候下に乗じるのは最後の切り札として決行すると表明した連合艦隊司令長官豊田添武は部隊用法については第二航空艦隊司令長官たる福留に一任し不能の時は 無理をすることはないと話した。こうして台湾沖航空戦では軍令部が提案した T 攻撃が実施されることはなく日航艦が頭上演習で示した戦法が実施された。実際の台湾沖航空戦でも作戦実施過程は作戦指導、報告戦果、損害などに交換の頭上演習と類似した内容となった。異なる点は頭上演習では バガ作敵戦の先端で敵機動部隊を発見し、動静を把握して待つ体制だったが、台湾沖航空戦では来週を予期して紹介を強化していたにもかかわらず、米機動部隊の奇襲空襲を受けて、その後も容易にその所在を突き止められなかった点であった。アメリカ軍はマリアナ諸島の占領に成功し、次の攻略目標をフィリピン奪還に定め、その進行計画として、 最終的に、キング2作戦を実行した。アメリカ軍の最初の上陸予定地点は、レーテ島であったが、同作戦はいくつかの段階に分かれ、上陸作戦に先立って、周辺空域の制空権、制海権を確保するため、アメリカ海軍空母機動部隊は、沖縄、台湾、フィリピン北部にかけて点在していた日本軍の航空基地を空爆した。10月5日に、 第3艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼーが、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つから受けた命令は、台湾の軍事施設と港湾施設へ、恒久的損傷を与えようというものであった。1944年10月11日、軍令部情報部は各艦に対し、敵戦力について伝達した。9月にフィリピンに来襲したのは、 第3艦隊所属の 38TF であるとして、同 TF は正規空母2隻、巡洋艦改造空母2隻を中心とする空母軍の4軍をもって編成されていること、空母総数は正規空母8隻、巡洋艦改造空母8から10隻が米海軍の全力であること、38TF と 58TF の実態は同一部隊であり、所属艦隊に応じて、 舞台番号が変更されること、この部隊の背後に人員機材補充用の護衛空母が2から3隻追伴していることが知らされた。1944年10月10日、アメリカ軍第38任務部隊が沖縄本島並びに周辺の島々の日本軍拠点に対して航空攻撃を行った。この時の空襲は沖縄本島では10、10空襲として記録されている。 翌10月11日、アメリカ艦隊は南下して、フィリピン諸島を攻撃した。都市号作戦に備えていた第二航空艦隊長官、福留茂中将は、その発動前に攻撃を決めて、11日早朝の作敵で正午に、機動部隊を発見すると、18時30分に1 2日の作戦要領を発令した。T 攻撃部隊に対しては、 別例により例名以後、沖縄方面に進出し台湾東方海面の敵に対し白母攻撃及び夜間攻撃を行うと意図を明らかにした10月12日上空に低い雲が垂れ込める中アメリカ軍の第三艦隊は台湾に延べ1378機を投入して大空襲を行った同日日本軍は T 攻撃部隊を投入し アメリカ艦隊への攻撃を開始する。海軍爆撃機、銀河や、艦上攻撃機、天山、陸軍爆撃機、飛竜などからなる航空機90機余りが出撃したが、照明弾による照明が雲のため全く不十分であり、攻撃に手間取った。そこへ、アメリカ軍の対空射撃を受け54機が未期間となった。一方、第3艦隊の搭乗員は、 翌日の攻撃のこともあり、十分な睡眠が取れなかったという。攻撃は、空母フランクリンに一発、従順キャンベラに二発命中したが、致命的なものではなかった。カール・ソルバーグは、米軍側から見た印象として12日夜の一式、陸上攻撃機による攻撃を上げ、組織的な空襲というよりは調整の取れない、散発的なものであるというレーダーインの感想を示している。 第三艦隊は延べ947機を攻撃のため出撃させた。この日の攻撃で従順洋艦キャンベラに一式陸上攻撃機が巨雷一発を命中させ、キャンベラは機関室浸水と火災により航行不能となったが沈没はせず、この他には大きな損害を受けた艦はなかった。なお、太平洋艦隊司令部に挙げられたウルトラ情報を改装されたことで、 第3艦隊は、豊田ソエム連合艦隊司令長官が台湾におり、反撃を指示して兵力の集結を図っていることを察知していた。このため新区にも攻撃が加えられた。ただし、第38任務部隊指揮官マーク・ミッチャー中将は、数が多いのですべての飛行場を破壊するのは不可能かもしれないと述べたという。10月14日は、 第三艦隊は転送されたウルトラ情報により、日本軍機が集結しつつあることを知った。また、前日被害を受けた、重巡洋艦キャンベラの退避を援護すると決めたため、台湾に3軍と、北部ルソンに1軍を差し向けて、早朝より攻撃を行ったが、前日よりさらに早く空襲を切り上げたため出撃機は146機に減少し、喪失機の増加から、 日本軍の抵抗が強化されつつあると判断した。日本側は敵艦隊は前日までの攻撃によって防御力を喪失したと判断して380機による航空層攻撃を観行し、昼間にも攻撃を行った。この攻撃では、軽巡洋艦ヒューストンに魚雷2発が命中して、 損傷、空母ハンコックが急降下爆撃による資金弾3発の攻撃を受けたが、損傷は警備だった。日本側の攻撃は15時から18時にかけての昼から夕前に行われ、敵艦隊からは上空を守る、艦載機による激烈な迎撃と対空射撃を受け、244機が未期間となった。この日をもって、第3艦隊は台湾への攻撃を打ち切った。 作戦を予定通り終えた第3艦隊は、17日頃には、レーテ島近海に集結しつつあった第7艦隊の、レーテ島上陸を支援するために、14日夜には、フィリピン東方沖に南下し始めた。ここで、艦隊は二手に分かれ、第4軍は15日より、マニラ周辺の空襲を開始し、第2軍と第3軍は、燃料補給のために給油海域に交代しつつあった。 第一軍は台湾東方沖に踏みとどまった。アメリカ軍は戦火をカクカクと伝える日本の放送を傍受し、第三艦隊はニミッツが中継した通信傍受情報を受け取り、日本側が巨峰を信じ込んでいることを把握していた。そのため、被弾して味方の魚雷で処分されてもおかしくなかった巡洋艦2隻の栄光を命じ、追撃してくるであろう日本側に、 さらなる打撃を加えるためのおとりとした。実際、島清秀中将を率いる第5艦隊が遭難中の日本海軍操縦士の救条予備暫的相当のために派遣されることが決まっていた。しかしこの相当方針も14日にはアメリカ側に漏れていた。前日に損傷し艦隊型タグボートパウニーによる栄光中に空襲され航空魚雷は命中した。 軽巡洋艦ヒューストン1944年10月16日午後の撮影日本軍航空隊は16日まで反復して昼夜問わず攻撃を行い14日の攻撃によって損傷して栄光中の軽巡洋艦ヒューストンに魚雷を命中させるなどの戦果を挙げたが航空隊の損耗はさらに増加したこれまでと同様航空隊からの伝聞は空母を撃沈、戦艦を 激破といった大戦火を報告するものばかりだった。この間、大本営では前線部隊からの過大な戦火報告をそのまま集計して発表したため、大戦火を大本営発表する結果となった。10月19日、日本軍は空母19隻、戦艦4隻、巡洋艦7隻、艦手不明15隻撃沈、激破と発表した。アメリカでは、 投資家の一部が大本営発表の内容を信じたために一時株価が大暴落するという事態も発生した。実際のアメリカの損害は軽微であった。ただし、4日連続で攻撃を継続し、さらにフィリピン空襲や防空戦闘も継続していたため、艦隊の将兵には疲労が蓄積しつつあり、第2軍は軍事機関がハルゼ勢に苦心した救助を認められ、 空母バンカーヒルが交代した。これにより、同軍は同艦を欠いた状態で、冷凍機械戦に、臨んだ。一方、第一軍のワスプや、第三軍の歴ントンのように苦心した者の交の代が、認められなかった例もあった。ハルゼーの脳裏には、四季に及ぼす影響があった。15日、島艦隊の機関の従順な地は、足柄、軽巡あぶくま及び、駆逐艦7隻を引き連れ、 瀬戸内海を出撃した。一方、アメリカ軍の春勢提督は暗号解読により、日本艦隊が出撃したと知ると、損傷巡洋艦2隻に空母を含む護衛部隊をつけ、偽装電報を発信して、日本艦隊を誘引しようとした。しかし、日本艦隊の動きが鈍いことを知ると、艦隊戦闘に向けての準備をやめ、霊て上陸支援に専念するよう命じた。15日午後、 第26航空戦隊の一式、陸上攻撃機数機が、体当たり攻撃を目的として、フィリピンのルソン島クラークより出撃した。16日朝には、連合艦隊司令部から、海上護衛装司令部にまで、護衛艦,艦艇を持って、米艦隊を追撃せよとの命令額だった。機関ニュージャージー艦上のハルゼンは二三つに当てて、以下のような皮肉混じりの伝聞を発信した。 オールサードフリートシップスリーセントリーリポーテッドサンクバイラジオ東京ハブビーンサルビジドアレリータイリングアットハイスピードトゥワードザジャパニーズフリートウィリアム・ハルゼファール・ソルバーグによればこれはアメリカ側では有名な報告だという大本営海軍部は誤った戦火報告を天皇に創上し五箇所の直後も発表された国民は アメリカ機動部隊殲滅の大勝利に湧き返った。海軍は16日に台湾沖で空母7隻を含むアメリカ機動部隊を作敵機が発見したとの報告を受け、戦火に5人があることに気づいた。16日、連合艦隊司令部は島艦隊に帰還するよう命じる。17日、島艦隊は奄美大島札川湾に損失もなく入港した。 10月19日、撃墜された、米軍艦載機のパイロットを、陸軍憲兵隊が尋問した結果、ルソン島を空襲中の米軍正規空母が12隻で、あること、その艦名が全て判明したことが報じられ、大本営海軍部の発表した、台湾沖航空船の戦火は、全くの誤りであったことが、明らかになった。同航空船では戦火を大きく誤認している。誤認の原因としては、 以下が挙げられる。夜間攻撃に予定されていた、照明隊が釣り光登壇使用の困難から、ほぼ実施されず、夜間作的となったが、接触機もなく、攻撃機体、戦火確認が至難であり、自爆機の海面火災も5人の原因となった。都市号作戦では、夜間攻撃が重視されていたが、元来夜間攻撃は、目標戦火認識困難である上、 連ンも上達する、時間的余裕がなかった。米側の春ーも攻撃を受けた際に、米艦隊が炎上した様子を見て、大損害を受けたと誤認しており、日本の米機動部隊撃滅報告も、無理のないことだった。この航空船を指揮した第二航空艦隊司令部は10月15日の時点で戦火の5人に気づいていた。二航艦司令部は15日に、従来の戦火判断に加え、 最終的に空母に対する戦火を、大型、中型合わせて4隻撃沈と判定している。つまり4軍からなる、空母部隊の1軍分程度を撃滅できたが、他の3軍は健在と見ていた。それまでの3軍を撃滅し、残るは1軍、同日の航空戦でそれも、撃滅可能という楽観的な判定から、逆転している。この戦火判断の重大な訂正は大本営にも、 連合艦隊司令部にも報告されなかった。二航艦長官、福留茂中将は、米戦略爆撃調査団の質問に、台湾沖航空船の戦火を4隻くらいと見ていたと証言している。10月16日には、作敵機が台湾沖で空母7隻を含むアメリカ機動部隊を発見したとの報告があった。壊滅したはずの米戦力が発見されると、 連合艦隊司令部で、連合艦隊航空参謀、淵田光夫中佐、軍令部航空参謀、鈴木英二郎中佐、第二航空艦隊研 T 攻撃部隊航空参謀、田中正臣少佐、連合艦隊情報参謀中島親子少佐の4人で、再検討が行われた。1949年7月31日に、淵田光夫がマッカーサーからの質問に答えた。 陳述書によれば、田中を承知して、淵田と鈴木で、田中の持参した資料を検討し、中島の意見も求め、その結界倉城をしても空母4隻撃破程度で、撃沈はまずあるまいと決着した。軍令部で現地に派遣調査させた、三代達吉も同様の判断をした。連合艦隊参謀、淵田光雄大佐によれば、五人について、参謀長、新進をもって、 注意をしており、17日の早い号作戦警戒発令においても、敵空母10隻現在の元大使をするように通達した。この時点で、海軍は、連合艦隊、軍令部、各航空隊に至るまで大戦火が5人であることを、共通の認識としていた。戦後、田中正臣は、この再検討の際に話し合われた内容について、覚えていない。 そういうこともあると話している。部員、文言ビルの戦闘で、すでに戦火報告の10分の1が、実際の戦火であり、戦火後人は、以前から問題になっていた。中沢優軍令部部長によれば、連合艦隊司令部の報告から不確実を削除し、同司令部に、戦火確認に一層配慮するように注意喚起、していたが、同司令部より、大本営はいかなる根拠を持って、 連合艦隊の報告した戦果を削除したのかと強い、抗議伝が参謀長命で打伝され、結局反論なくうやむやになっていたという。軍令部参謀、藤森康夫によれば、疑念もあり軍令部作戦果はさらに検討を加えたが、差し当たり公的には、現地部隊報告を基礎に、資料を作成するほか明暗もなかったという。陸軍の大本営情報参謀であった。 ホリエーザの回想によれば、フィリピン出張の途上で台湾沖にて、航空船中であることを耳にして、今までの先方研究で疑問符のつけてある航空船だ。この目で見てみようと思い立ち、カのヤで実際の航空兵から、戦火確認方法について聞き取り調査を行ったが、戦火に対しての疑問は解消できず、この成果は信用できない。いかに多くても、二三隻。 それも航空母艦かどうかも疑問と台本営陸軍部第二部長宛に打電した。その後作戦会報告されたが、帰り見られることがなかったという。堀は10月15日にマニラに到着後、17日に南方総軍司令部第二課で台湾沖航空船の戦火に再検討を加え、米軍の健在な空母を12隻と計算し、 第14方面軍司令官の山下智之大将、参謀副長の西村俊夫少将に報告し、さらに航空船の戦火ほど怪しいものはなく、ブーゲンビル島の地上戦で敗北したのは、海軍の路合作戦の過剰な戦火報告が原因だと報告した際、米軍艦載機によるマニラ空襲が行われており、山下大将と西村少将は堀の報告を信じたという。 大本営海軍部によって大戦火が5人であったと再判定された事実は20日に開かれたフィリピン決戦に向けた陸海軍合同の作戦会議においても陸軍側に伝達されなかった陸軍は5人戦火と知らないままルソン島での迎撃方針をレーテ島の決戦に大きく戦略を変更し決戦兵力をレーテ島へ増派したしかし アメリカ機動部隊などの空襲を受け、第一師団だけは航空援護もあって無事に上陸することができたものの、その他の第26師団や第68旅団などはいずれも装備、物資の下半が海へ沈み、懸命に積み上げてきたフィリピン決戦準備は水の泡となった。さらに、ルソン島の兵力が引き抜かれた穴を補うため、台湾から第10師団をルソン島へ投入。 玉月で沖縄から第9師団を台湾へ移動させた。こうして結果的に沖縄戦での戦力不足の原因ともなった。また、海軍発表の戦果に疑問のあることが、堀参謀から第14方面軍司令官の山下智之大将に報告され、第14方面軍司令官として赴任する前の決戦はルソン島で行うという事前取り決めを、 幻の大戦火に浮かれて、急遽変更した、大本営陸軍部第一部との方針対立を招く一員となった。日本はこの航空戦で、都市号作戦で期待された T 攻撃部隊のほとんどを消耗してしまった。それでも搭乗員80組が残っており、直ちに再編に着手するが、早くても10月末まで回復の見込みがなく、都市号作戦の冷凍機械戦で、 第6基地航空部隊は精鋭の T 攻撃部隊の活躍を期待できず、連度の低い混成の実動機300機にも及ばない、航空兵力を主力として望まなければならなくなった。また、T 攻撃部隊の作戦として予定していた、米機動部隊が停泊して活動が不十分な夜間に、奇襲する短作戦の実行も不可能になった。同航空戦中、 第一航空艦隊司令長官、大西滝次郎中将が、新築で、味方の飛行機がバタバタ落とされるのを見て、技術的劣勢を知ったことが、神風特攻隊創設理由の一つとする説がある。しかし、副艦の文字ちかりによれば、大西の見える距離で、そのような展開はなかったという。米空母道場のアップ通信特派員は、今日、日本軍の来撃、爆撃、 戦闘機体編隊が前後10時間にもわたってこの大機動部隊に襲いかかってきた。今時大戦でも最大の海空戦の一つと言うべく、その激しさの点では4ヶ月前のマリアナ沖海戦を抑え、はるかにしのいだと言えよう。我が艦隊はおそらく海上に浮かんだ最大の軍隊集団と言えようが、この大艦隊は来襲する日本機に対して面も向けられぬような対空砲火を浴びせた。 この恐るべき防空砲火は日本機を撃墜したが日本機の変態は後から後から大波の打ち寄せるように我々の頭上に殺到したと報じている。アメリカの選手研究家サミュエル・モリソンは日本軍の空襲を最も激しい規模であると評価しつつ我が空母部隊の防御力が自らを守るのに十二分であることを6月に続いて再度立証したと紹介している。 15日午後、第26航空戦隊司令官の有馬正文、少将の搭乗機を含む一式陸上攻撃機数機が体当たり攻撃を目的としてフィリピンのルソン島マバラカット飛行場より台湾沖へ出撃し未機関となった。アメリカ軍の記録に被害の報告はないがこれをもって特攻第1号とする見方もある。ありがとうございます。